はい、今日もお疲れ様です。今日は本当にたくさんのゲストの方が来てくださっていて、流れ星さんや旭化成のモデルの山下さんやエピチューの松野さんだったりとか、あとはダイヤの新入社員の方もたくさん、 BS 富士の方も来てくださっていて、本当に賑やかでした。ですね、実は今アイドル活動をしている中でエビ中の振付師の方と今同じだったりとかするので、結構親近感をあったりとかしてました。そうですね、あとはやっぱり中英さん、この間去年か、去年になっちゃうんですけども、お会いしたんですけど、本当に楽しくて面白いので、今日も一日ハッピーになれました。では次の収録も頑張りたいと思います。またねー。